マサト、カーディー・ナカエは、第二次世界大戦当時のアメリカ陸軍の兵士。アメリカ陸軍第442連隊戦闘団、第100不評大隊所属。死亡の2年後に名誉勲章を授けられた。2000年6月21日に、ビル・クリントン大統領によって名誉勲章を与えられた、日系アメリカ人19人のうちの一人である。ナカエは当初は、 主君十字章を授与されていたが、人種的偏見が、勲章授与プロセスに影響していなかったかどうかを確認するため、日系人及び太平洋諸島住民の子孫の主君十字章受章歴をすべて再調査するよう、議会が陸軍長官に命じた結果、名誉勲章に格上げされたものである。アメリカ合衆国大統領は、 1863年3月3日に議会が制定した法の認めるところにより、議会の名においてアメリカ合衆国陸軍一等兵、マサト・ナカエに対し名誉勲章を授与する。彼は自らの義務の範囲を超えて生命を顧みず、比類なき勇気と高単差とを発揮した。 マサと中江一等兵は1944年8月19日、イタリアのピサ付近での戦闘において、際立って英雄的な行動を示した。中江は、優勢な敵勢力の猛砲撃の断片で、自らの警器官銃が損傷を受けた時、素早く負傷した戦友の M-1 ライフルを拾い、着実に前進してくる敵に向かって、小銃敵弾を発射した。 敵がさらに迫ったとき、中江一等兵は六発の手榴弾を投げ、敵を引き下がらせた。次の攻勢に先立つ敵の迫撃砲の集中砲火で、中江は断片のために重い傷を負ったが、その怪我にもかかわらず、彼は降伏を拒否し、進んでくる敵に発砲し続けた。そして、敵部隊に深刻な犠牲をし、敵はついに攻撃をやめ、撤退していった。 中江一等兵の類いまれな英雄的行為と任務への忠誠は軍隊の最も崇高な伝統を維持し、また彼、本人やその部隊、ひいてはアメリカ陸軍への大きな信頼をもたらすものであった。ソーシャルセキュリティデス・インデックス。ありがとうございます。